このコーナーは秋田県住みます芸人のチェスが番組スタッフ越前 AP に秋田県内の知ったけいいところをプレゼンするコーナーです。勝者には椎名ちゃんの番組内で自身の冠コーナー獲得の権利が。今日も番組スタッフ越前 AP に気に入られるためにチェスの2人がそれぞれ自慢のスポットや美味しいものを紹介し競いながら街の魅力もお伝えします。今回は本格インドネシア料理が楽しめるインドネシアキッチンキアラにお邪魔します。キアラさんのなんじゃわ、はい、ですね、はい、なるほど、はい、じゃあ私はですね、まあ、ナシゴレンアイアムとナシゴレンカンビンが、はあ、これ2種類ね、ありまして、あれ、はい、奥さんの名前入ってんじゃないか、うわアイアンね入ってるよこれ、うん、アイアムー、うん、アイアムアイアムアイアがちょっとムッとしてるみたいなそんな意味はないんですけれどもナシゴレンカンビンの方はちょっとカレー風味で、うん、まあ、ちょっとこうスパイシーな感じだと、うんうん、でアイアムの方がちょっとマイルドな感じで、まあ、チキンを使っているのでね、え、非常にこうヘルシーだね、チキンシーな、まあまあ感じなので、うんうん、私はナシゴレンアイアムをアイアムの方、はい、おすすめします。はい、ありがとうございます。はい、はい、お待たせしました。やった、やった、ナシゴレンアイアムです。ナシゴレンアイアムです。はい、ありがとうございます。いいですね、うわうわ、ありがとうございます。あら、ありがとうございます。あら、せんべい、これエビせんべい、エビせんべいで、あ、大きい、こんなでかいのある、すごい、すごくない、はい、これ、あ、大きい、はい、お待たせいたしました、うん、こちらワルタンジャーマーです。ありがとうございます。いやー、この雰囲気がたまらん、ここがあのスパイシーの方なんですね、あ、好みでどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あら、いい空気感あるわ、これ、すげー、ね、ね、こういう感じですか、食べたことない、こういう感じで、ね、じゃあね、あの、揃いまして、はい、まずは、そうか、プレゼンを聞かなきゃ食べれないんだ、そうですよ、そうでした、じゃあ、わがまつかい、わがまつかいきますか、いきますか、はい、こちらナシゴレンアイアムでございます、はい、ね、まあ、鶏肉がね入ってまして、はい、まあ、インドネシアのチャーハン、はい、だいぶマイルドな感じだということでね、大きいなこれね、大きいエビせんべいが、うん、エビせんべい、バーン、わー、橋本環奈だよ、あ、これ気に入ってんのが何回もあるんですよね、そうそうそう、橋本環奈毎分薬ともされてないんですよ一人しかこれに関して急に食べ始めた無で食べ始めたよ。あ、おいしい。いや、カンナいただきます。カンナじゃないか。カンナいただきます。いきますね、ノーマルのこのお肉とね、あ、ご飯を、はい、ます。うん。うん、うん、あ、鼻が飛びてるぐらいめ、鼻が飛びてるぐらいめ、鼻が飛びてるぐらいめ、なんだ、インドネシア語かなこれ、うん、現地語、あ、結構この鶏肉に、あ、今これ卵崩しちゃいましたけど、はい、鶏肉しっかり味がついてて、でご飯がちょっとまあマイルドな感じで、このフライド、うん、オニオンがね、いい感じで効いてますね、これ。これちょっと卵を絡めて。これ美味しいよ。美味しそう。うまだ止めちゃうめ。同じです。やっぱりまだ止めちゃうめ。やっぱりとかいらないです。マイルドになってさらにめ。聞きづらく言ってるだけじゃない。マイルド。うんうんうん。美味しい。美味しい。うん。わあ。これはね、エピ好きだな。本当この。鶏肉のしっかり味付いてる感じ、うん、うんうんうん、次回も知ったけいいとこプレゼンします。